はいどうも皆さん、こんにちは、ビジマイです。今回ですね、マジックの、テクニックの中でもですね、初心者がほとんどこれからスタートするっていうマジックに使う、ちょっと言い方わかんないな、僕もこのテクニックっていうんですかね、マジックでよく使う技法があるんですけど、これからマジックを覚えたっていう感じの技法がございまして、キーカードっていうものなんですけれども、そちらを今回ご紹介したいと思います。あとキーカードとリフルシャッフルのテーブルバージョンですね。リフルシャッフルって以前やったこれですね。これの、テーブルでやるやつですね。こちら。これテーブルを使ってできる。こちらのですね、キーカードとテーブルリフルシャッフルを2つご紹介して、その後にですね、その2つを使ったマジックを1個ご紹介したいと思います。それでは Here we go! ウィン。はい、まずキーカードっていうのはどういうものかというとですね、ボトムのカードをマジシャンが覚えておくっていうものでございます。最初はですね、ボトムのカードをですね、忘れやすい方が多いと思います。マジックし始めだと。なので、覚えやすいスペードのエースがおすすめでございます。ボトムにこう、マジックやる前にですね、セッティングしておきます。マジック慣れたらこういう風に切って、じゃあなんか1枚選んでくださいって言った時にチラッて見てですね、ボトムのカードを覚えておくっていうのはできるんですけど、多分初めての方は余裕がないと思うので、もうスペードのエースでも決めちゃいましょう、最初からね。はい、こうすれば、安心。で、お客さんにカード適当に選んでいただきますと。スペードの5ですね。で、ボトムのカードは変わらないようにですね、シャッフルしたりとか、あとこういう風にカットして、ここに戻してもらいますみたいなことをやったりとかするんですけれども、一回この形でやってみましょう。こういう風にするとですね、もう分かってると思うんですけれども、スペードの5はお客さんの選ばれたカードですよね。ただ、マジシャンはこの時点では分からないわけですね、スペードの5っていうのは。どうやって分かるかっていうと、キーカードで分かります。キーカードがスペードのエースだったので、スペードのエースの右側がお客さんの選んだカードになってます。これがキーカードのやり方ですね。やり方というか使い方か。こうテーブルに広げるとね、パッと分かりやすいんですけれども、テーブルじゃなくてお客さんのカード探しますねが、自分のところにこう向けておいて、まずはキーカードを探しますね。キーカードが見つかったら左じゃなくて絶対右側にしてください。ここも最初は間違いがちなので、キーカードの右側がお客さんのカードなので、ここの時点で、スペードの5だなってマジシャン側は分かるわけですね。ただ、これで広げて、これですねってやってもあんまり面白くないので、なので演出だったりとかに繋がるわけですね。で、あとは人によってはこう、広げてですね、右側となって当てたい方もいらっしゃると思うんですけれども、リボンスペットで実はですね、これリバースの方もあるんですね。こういうふうにリバースをすると、キーカードの右側がお客さんのカードって言ったんですけど、こういうリバースの広げ方をするとですね、右側がダイヤの順位になっちゃうんですね。なので、そこら辺は広げ方は注意しておいてください。あくまで、左から右に広げた時に、キーカードの右側がお客さんのカードっていうわけであって、例えば人によってはですね、右からこういう風にリボンスプレッドする方もいらっしゃるので、その時はですね、キーカードの右側が違うカードになっているので、そこら辺は注意してください。これぐらいかな。ほとんどやる人いないと思いますけど。あとはさっきこう半分ぐらいカットして、ここに乗っけてもらえば必然的にこうキーカードとお客さんのカードくっつくやり方で戻していただいたんですけど、これが一番安全かなと思います。ただこうヒンズーシャッフルですね、するとこれボトムのカードが変わらない、キーカードが変わらないので、こうやって好きな時にストップって言ってくださいってやって、で戻してもらえますと。そうすると、キーカードとお客さんのカードくっついたまんまなので、それでも一応できるっちゃできますね。はい、ただ余裕のない方は、あるいは初心者でですね、怖い方はですね、カットだけで済ませるようにしましょう。右側ですよ、忘れないでね。はい、キーカードは以上なんですけれども、次はですね、テーブルリフルシャッフル。こちらの方がテクニック的には普通に難しいと思います。まずやり方としてはですね、テーブルにこう縦じゃなくて横に置いて、半分ぐらいカットしたですね、左右どっちでもいいんですけど、僕は右にこうやってます。そしてハの字にします。こうですね。そしたらこういう風にですね、中指と親指でこういう風に端っこを持ちますよね。で、人差し指でこういう風に持ってカードを持ち上げるんですが、相手側のここの側面はですね、つけた状態にしておいてください。こちらだけ、自分側だけ持ち上げるという感じですね。そしてリフルシャッフルでやったこの一枚一枚の送り方があると思うんですけれども、これを親指でこの角っこに当たってるですね。で、こういう風に1枚ずつこう配ります。こんな感じで、で人差し指でこう圧力を加えていきながら、親指でバーッと送るっていう感じですね。はい、こちら側でやるとこう分けてこういう感じで弾いてます。こんな感じです。ハの字に置きまして、持ち上げます。パラ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 、こんな感じですね。
まあリフルシャッフでも言ったんですけれども、この一枚一枚をこう送るっていうのが一番大事になってきます。なのでそこが難しい方はそこを練習しましょう。で、ハの字にして合わせたら、距離をですね、これぐらい取ってください。ちょっと噛むぐらいですね、カード同士が。で、パパパーってやりますね。で、噛み合ったらバッテンにします。ウィーンって中に入れて、こんな感じでバッテンしますね。バッテンになるところがあると思います。そしたらですね、ここのバッテンの真ん中がありますよね。ここを中指と親指でこう持って外側に力を加えて、こういう風にきれいに揃えるという感じでございます。はい、もう一回やってみるとですね、こう置いて半分ぐらいリフルしない、半分ぐらいこうやってカットしてハの字型にして、まあ揃ってなかったらこういう感じでやってもいいです。そしてパラリ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 ンリンリーンとやりますね。そしてウィーンとやったらクロスさせますね。バッテンをこう作ると。で、このバッテンの真ん中を中指と親指でシューッと揃えてあげます。で、最後ヒュインみたいな感じですね。結構やると簡単だと思います。まあ、こちらのリフルシャッフルね、このパラパラパラの部分もありますので、こちらよりはテーブルリフルシャッフルの方が楽かなと思います。はい、で、このテーブルリフルシャッフルのですね、良い点はですね、こちらにしか上げないので、マジシャン側にしかですね、ここのフェイスの部分が見えないっていうのが特徴ですね。よくですね、ギャンブルとかで使われているのはこの切り方ですね。ディーラーさんとかが切るのがこれですね。まあ、どこにも誰のカードが見えないので、どこにもカードが見えないのでですね。はい。なので、カジノとかでよくこれはディーラーさんがやっている切り方になります。まあ、こうダーってやってバッテンでこうやると思うんですけれども、ちょっと余ったりした場合は、シュンとこう戻してあげるっていう感じですね。で、慣れればこういうぐらいの速度でできます。ぜひやってみてください。あとはテーブルカットだったりとかもね、ありますけど、後々そういうのはご紹介していきます。テーブルリフルシャッフルでした。はい、ということでですね、キーカードとテーブルリフルシャッフルを使ったですね、マジックを1個だけご紹介したいと思います。まずキーカードを使うのでね、そこら辺もちょっと注意して見てみてください。ではですね、カード1枚選んでいただきますと。はい、じゃあ僕見ませんので、シュービン隠れてます、私。これカード見えてるかな、ちょっと心配なぐらい一応表にしとこう。OK、OK。はい、こんな感じで。で、好きな時にストップと言ってもらいます。はい、ここにストップですね。ほい。こんな感じで。で、ちなみにですね、これカットさせることできるんですよ。こういう風に。こんな感じでね。ただ、二分割にしてくださいね。で、お客さんのカードを当てるんですけれども、難しいな。なんとなくわかりました。はい。ちょっとわかったんですけど、ちょっとシャッフルしてみますね。こんな感じで。ね。よーく混ざってます。こっから見つけるのってすんごい難しいと思うんですけど、さらに難しくするためにですね、おーっと、何を使うかというと、箱を使います。じゃーかーじゃん。はい、一応空っぽですね。この箱にですね、カード入れちゃうんですね。こんな感じで、しまっちゃいます。シュッシュッと。はい、こんな感じでね、完全にしまっちゃうんですけれども、よーく見てください。カードを投げてあげます。シュン。ちょっとフレームアウトしながら気になるけど。で、投げてあげて、1枚だけ、カードが、出てきます。残りは入ってますね。多分選んでいただいたカードがダイヤのクイーンでございます。はーい、こんな感じのマジックでございます。まあ今キーカードとですね、あとテーブルリフルシャッフルを使ったんですけれども、まあこういうのにも使えるよっていうマジックでございます。それでは解説いきましょう。はい、では解説いたします。さっき言ったみたいですね、キーカード自信覚えるのに自信のない方はスペードのエースを設定をしておきましょう。で、お客さんにカード1枚選んでいただいて、例えばハートのキングですね、まあ、こういう感じでリフルシャッフルしてもいいですし、あとはですね、お客さんに選ばせる前にこういう風にテーブルリフルシャッフルをやってもいいですね。ボトムを崩さないようにやりましょう。こう上半分こう取ったらボトムがこれなので、ボトムのエースをこう送った後にバーってやるとですね、絶対にボトムは変わりませんので。で、お客さんにカード選んでいただいて、ハートキングを忘れてください。はい、ダイヤの9ですね。で、まあ、ヒンドゥーシャッフルストップって言ってもらっても大丈夫です。ダイヤの9をキーカードにくっつけますと。はい。で、さっき事前でやったみたいに、こうカットしていただいても大丈夫です。こんな感じでやると、一応離れません。2分割だったら。スペードのエースの右側がダイヤの9です。で、カットさせてですね、たまーにあるのが、ここでカットされる場合があるんですね。
要はスペードのエースキーカードがボトムに来ちゃう場合があります。こうするとどうすればいいのっていうとですね、スペードのエースの右側がお客さんのカードなので右側ないですよね。なのでその時はトップがお客さんのカードになります。はい、これ稀にあるので気をつけてください。で、2分割だと今みたいなのが稀にあっても大丈夫なんですが、3分割以降になっちゃうとですね、例えばこうしてこうされちゃった場合ですね、この時点でキーカードとですねお客さんのカード離れちゃうと本当に分からなくなっちゃうので2分割でお願いします。で、広げてみるとですね、こんな感じにまずスペードのエースを探すんですけれども、あ、こんな感じすぐ出てきましたね。まあ、ダイヤの9がお客さんの選んだカードなんですけど、探すふりをしながらお客さんのカードを探します。で、うん、難しいですねって言いながらボトムにダイヤの9をこうコントロールしちゃいます。もちろんこう広げてるときはお客さんに見えてないようにこういうふうにやってくださいね。で、難しいんですけど多分わかります。ただもっと難しくするためにって言って、ボトムがお客さんにこう見えない切り方なので、手振り風車風でさらに混ぜちゃいます。こうすると本当にわからなくなりますねって言って何回か混ぜて、まあ 2,3 回がいいと思います。うん、多分もっとわからないね、ハード自分で上げちゃってるねみたいな感じで、ながらでさらに難しくするためにカードのケースを使いますと。はい、箱ね、中身なんもないですよね。まあダイヤの9は崩れてないです。で、言ってお客さんには見せないように、あ、ボトムは見せないようにこういう風に入れちゃいますと。はい、で、こういう風にですね、戻す時にですね、ちょっとだけカードの横からですね圧力を加えるとこういう風になるの分かります？ポンってなるんですよ。で、これを利用するとですね、こう圧力を加えた時にここにですね箱の蓋をこういう風に差し込むんですけれども、こういう風な圧力を加えるとやりやすくなります。要はダイヤの9以外をこういう風にしまってあげるということですね。ダイヤの9だけこういう風に取りやすくなってるっていう感じでございますね。で、中入れますって言いながらピョンとちょっと圧力を加えてダイヤの9だけを残してあとはしまうみたいな感じですね。で、ここを塞いであれば両面こう堂々と見せれますね。そしてこう何回か投げますと。さあ、こっからお客さんのカードだけを出しますって言ってこういう風に投げてるんですけれども、何回か投げた時にですね、ここのお客さんのカードがちょっと出てるんですけれども、このカードをちょっと親指ね、こう持ちますと。持った状態で投げてあげると、ちょっと今出てる状態なんですけど、こう投げてあげると、おじゃじゃじゃむずいなこれ、フレームアウトしないっていうのは。ちょっと出てる状態でこれ投げてあげるとですね、実はですね、箱とお客さんのカードがですね分かれて出てきます。ほい、こんな感じですね。ちょっとフレームアウトしちゃったけど、右手にお客さんの選んだカード1枚だけ残って、あとはフライアウェイしたですね、あのカードケースが、まあ、左手だったり取れるようになります。まあ、1枚だけお客さんのカード出てきました。さあ、これがお客さんのカード出てきましたじゃないわ、1枚だけカードが出てきましたと。それがお客さんの選んだカードですって言ってこのマジックを終わりますと。なので今使ったのはキーカードの部分と、あとボトムを変えず、あとお客さんにカードを見せないように切るやり方のテーブルリフルシャッフル2個利用してこのマジックをやったっていう感じですね。で、見せないね、ボトムね。で、戻して差し込むときにちょっとグインってプレッシャーをかけると入れやすいですね。で、ひゅーっと中に入れてあげると、ちょっと近くでお見せすると、ひゅっ、ここの間ですね、この間にカードを、あ、カードじゃない、箱の蓋を入れてあげると1枚だけ外側に出てるっていう感じでございます。で、こういうカードケースだとここ白くなって一緒の色になっているので、これぐらいの速度でも全然見えないですね。カードの種類によってはすごい派手なカードケースとかだと白いところがちょんと出てるんで目立っちゃうんですけど、こういうケースだったら全然こういう風に改めても大丈夫ですね。で、ここの親指で持って、まあ、最初はですね全然出てないのでちょっとだけ投げるときにですねシュンとずらしてあげるって感じですね。で、これ蓋もですね同時に開いちゃうときがあるので、人差し指でこう押さえながら、こう押さえながらちょっとですね引いてあげるとこれだけが出やすいかなという感じです。で、最初はあのここら辺、あのここを持たないでここら辺持ってこう投げてるっていう感じですね。投げてるとですねお客さんのカードが飛び出てくるんですよみたいな感じで、で、何回かやってる時にここのポジションにやってちょっとシュッと出します。で、出しながら、あ、こんな感じになる時もあるんで気をつけてくださいね。ふんに持ってシュンと投げると、右手にお客さんのカードだけが残って、こちらはフライアウェイします。こんな感じでございますね。まあ、今はカメラワーク上ちょっと動きちょっとしょぼくやってますけれども、実際はですねもうこんな感じでビュンってビュンって、まあ、立ってやることが多いと思うので、ビュンビュンって投げてもいいと思います。まあ、ちょっと派手みにやってもいいですね。出します、投げます、はい、お客さんのカードだけが逃げてきました、エスケープしましたみたいなのでもいいですね。で、お客さん選んだカードはダイヤの9ですみたいな感じでマジックを終わります。で、あとはもう全然仕掛けもないので
はい、当たりましたよーみたいな感じで堂々と見せちゃっても大丈夫ですね。はい、ってな感じで今回はキーカードとあとはテーブルリフルシャッフル2つを使ったマジックのご紹介でございました。まあテーブルリフルシャッフルこのマジック別にいらないんだけどね、まあでも使えるよーっていう感じで参考で見ていただければなと思います。はい、ということで長らくご視聴いただきましてありがとうございます。また次のマジックでお会いしましょう。バイバイバイ、パタッ。